スタンダードスチールサルーンボディの R タイプ R タイプは、ベントレイが1952年から1955年に製造した乗用自動車である。ベントレイマーク6の兄弟車、ロールスロイスシルバードーンが1952年にマイナーチェンジをした際、名称を変更せずマイナーチェンジの扱いだったが、マーク6はモデルチェンジの扱いとなり R タイプとなった。 マークバイヤータイプとする文献もある。内容は、車種改良とスタンダードスチールボディの延長で、トランクが大型化された。シフトレバーは、右ハンドル仕様でシート右横フロアシフト、左ハンドル仕様で、コラムシフト。また4速 AT を1952年のうちに、オプション設定。1953年には、左ハンドル仕様で標準化。1954年には、 右ハンドル仕様でも標準となった。ボディは引き続きロールスロイス製スタンダードスチールボディであったがコーチビルドボディも用意された。1955年シルバードーンのシルバークラウドへのモデルチェンジと同時に S タイプにモデルチェンジして製造中止となった。生産台数は2320台で内コーチビルド303台。R タイプコンチネンタル第二次世界大戦後の ベントレイがツイン SL キャブレターとホイールベースを除いてロールスロイスと変わらなくなってしまった反省から比較され少なくとも戦前のロールスロイス製ベントレイの水準までスポーツ的な性格を回復したモデルが R タイプコンチネンタルである圧縮比を6.75から7.25に上げ2ドアコーチビルドボディ仮想を前提とする 重量は通常の R タイプのスタンダードスチールボディで 1912kg だったものが 1678kg に軽量化され最終減速比を3.47から3.077に引き下げ空気抵抗低減も相まって SS マイルを18.5秒で走った。トランスミッションは4速 MT だったが1954年に AT がオプション設定され これに伴い S タイプとロールスロイスシルバークラウドが1955年から搭載した 4887cc ユニットを先行して搭載した。生産台数は208台で、そのすべてコーチビルドボディを搭載していた。このうち HJ ミュリナー製、クーペ193台、パークォード製のクーペと4席オープン合わせて6台、クレーバー3台、フラネー5台、 ピニファリーな一台であった。実測の最高速度は初期型で、時速 171km とも、時速 185km ともいい、4887cc エンジン搭載車は、時速 188km に達した。戦後のロールスロイス、ベントレーを通じて最も素晴らしい車とする評価も、ある。生産4号車は、アメリカの富豪で、 ハーガイであったブリックスカニンガムがエンジンを、あとの4.9リットルに乗せ替えて愛用した。ありがとうございます。